2013年の台風のデータ。台風1号は早くも1月3日に発生し、1951年の統計開始以来6番目の速さであった。その後8月までは平年並みの発生数となっていたが、9月と10月に平年を上回る月間7個の台風が発生したため、台風の発生数は31個に達し、 1994年以来19年ぶりに年間発生数が30個を超えた。10月に発生した7個は1951年以降で最も多く1984年1992年と並んだ。日本へは6月の台風3号から10月の台風28号まで14個の台風が接近し2個が上陸している。この上陸数は 平年よりも少なめであったが、秋に本土に接近する台風が多く、特に10月の接近数6個は過去最多となった。また、100個に1個の確率とされてきた、統計180度線0 0への越境台風が2つ連続で発生した。9月に愛知県に上陸した台風18号では、同年8月から運用開始となった特別警報が初めて発表された。 10月に関東地方に接近した台風26号では伊豆諸島の伊豆大島で豪雨による土石流が発生し大きな被害が出た。11月の台風30号はスーパー台風となってフィリピンを直撃し記録的な高潮を発生させて6000人を超す犠牲者を出すなど甚大な被害をもたらした。 20万千 301.01W アウリン、日本時間1月1日、グアムの南西1090キロの北緯4の一部、東経141度7部付近で熱帯低気圧が発生。北西に移動しながらに発達した低気圧は2日にフィリピンのミンダノ島を通過。フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名としてアウリンと命名し、合同台風警報センターも 熱帯低気圧番号 01w を指定した。熱帯低気圧はさらに発達。気象庁は1月3日スール会で台風第1号の発生を確認し、アジア名ソナムーを命名。台風の発生は1951年以降で6番目の速さであった。台風1号は5日に中心気圧990ヘクトパスカルまで発達したが、 その後は勢力を弱めて1月8日9時に南シナ海で再び熱帯低気圧となり1月10日15時に消滅が確認されたこの台風のアジア名であるソナムルはこの台風限りで使用中止となり時順からはジョンダリというアジア名が使用されることになったがソナムルが引退となった理由は台風の被害が大きかったためではなくソナムーの発音が 津波に類似していたためである。20万1302.02ワットクリシング2月18日、ミンダナオ島の東南の北緯5度、統計131度で熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名クリシングと命名した。精神してセレベス海に入った熱帯低気圧はサンボアンガ半島を通過。 スールー海を経て2月22日3時に北緯5度9部、統計110度3分の南シナ海で台風となり、アジア名産産と命名された。同日時点で複数の台風が発生したのは1951年以来5回目であり、1992年以来21年ぶりのことであった。マレーシアに接近した台風は、 同日21時北緯5度、統計109度7部で、再び熱帯低気圧となり、2月23日15時に消滅した。19日には、パガサによって暴風警報が、ミンダナオ島の各地に発令された。被災者は、約26万人、暴風による家屋の前半回156棟、フィリピン国内で4名が死亡、4名が負傷し、2名が行方不明になった。 20万千 303.03W ダンテ6月8日にフィリピンの東で発生しアジア名ヤギと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ダンテと命名した。この台風の北上に伴い日本の南に停滞していた梅雨前線も北上した。しかし台風の勢力そのものはあまり発達せず13日9時に 青ヶ島の南で温帯低気圧へと変わり、その後消滅した。20万 1304.04W エモン6月18日にフィリピンの東で発生し、アジア名、リーピと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、エモンと命名した。台風は宮古島付近を通過した後、東、シナ海へ抜け、21日に、 温帯低気圧に変わった。20万 1305.05W ファビアン6月21日に南シナ海北部で発生し、アジア名、バビンカと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ファビアンと命名した。台風の勢力はあまり強まらず、ピーク時の中心気圧も990ヘクトパスカルであった。台風は、 中国の海南島を通過した後に、ベトナム北部に上陸し、その後消滅した。20万 1306.06W ゴリオ6月20日。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ゴリオと命名した。台風は北西に進み、フィリピンを横断して、南シナ海に入った。その後も台風は北西に進み続け、7月2日に、中国、 カナン地方に上陸した後消滅した。20万 1307.07W フア和ン7月8日にマリアナ諸島で発生し、アジア名、ソーリックと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、フア和ンと命名した。台風は7月12日夜遅くから13日未明にかけて、先島諸島に最接近し、石垣市。 宮古島市で11人が重軽傷を負った。また佐藤キビなど農林水産業の被害額は5億7312万9000円となった。その後は台湾議乱権頭城鎮に上陸。与那国島では7月13日午前1時37分に秒速60.2メートルの最大瞬間風速を記録した。また勢力の強いまま台湾北部を襲い、 少なくとも一人が死亡した。台北市郊外の二北市関門区にある台湾電力の第一原発2号機が周辺圧機の飛来装置が強風で破損したため緊急停止した。中国厚生省では35万人以上が被災し、福建省、石江省では計71万人が被災した。20万 1308.08W 遺産7月17日に フィリピンの東で発生し、アジア名、シマロンと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、イサンと命名した。台風は、ルソン島をかすめるようにして北西に進んだ後、復建省付近で消滅した。勢力そのものは、最盛期でも、中心気圧1000ヘクトパスカルと、ほとんど強まらなかった。 20万1309.09ワット、上里ナ7月31日に南シナ海で発生し、アジア名、JB と命名された。また、フィリピン対気地球物理天文局は、フィリピン名、ジョーリナと命名した。台風は、その後、中国海南東付近を経て、ベトナム北部に接近した。台風の勢力自体は、あまり強くはならなかった。 20万1310.10ワットキコ8月6日に南シナ海で発生しアジア名マンクットと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名キコと命名した。台風9号と同様にあまり発達はしないままベトナム北部に向かいその後消滅した。20万 1311.11W ラブヨ8月10日に フィリピンの東で発生し、アジア名、ウトアと命名された。命名国はアメリカで、マーシャル語で、気象用語のスコールラインを意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ラビューヨと命名した。台風は、その後精神し、8月12日に、ルソン島北部のアウロラ州付近に上陸した。 ルソン島を通過後は一旦は南シナ海に抜けて同海域を北上し香港と中国南部に接近その後現地時間の15時50分に中国南部の日講子に再上陸した20万 1312.12W マーリング8月17日に沖縄の南で発生した熱帯低気圧が8月18日に台風となってアジア名 チャーミーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、マーリングと命名した。台風は、宮古島付近で、先島諸島を通過して、東、シナ海に進んだ。その後は、八重山諸島の北から台湾の北を通過して、中国の福建省に上陸した。この台風は、7月12日の台風7号による、 また台風により冷たい海水が引き上げられる優勝現象が起きたことから、産後の大規模発火が起きた1998年並みに上昇していた平均海面水温が広範囲で低下した。20万 1313.01C ハリケーンとして発生し、統計180度線を超えて台風となった。ハリケーンが越境して台風となったのは、 2006年の台風12号以来7年ぶりのことであった。越境台風であることから、この台風の名前、ペバは、北西太平洋アジア名ではなく、中部太平洋ハリケーン名となっている。20万 1314.02C ウナラという、名前のハリケーンとして発生。台風13号に続いて、観測史上初めて2日連続の越境台風と、 なったが、勢力はほとんど強まることなく、台風としては6時間の命で終わった。20万 1315.14W8 月27日に、フィリピンの東で発生し、アジア名、コンデーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、南道と命名した。台風は、ルソン海峡を縦断して、先島諸島に接近し、 台湾に大雨をもたらした。その後九州の再会場で温帯低気圧に変わった後、本州付近に伸びて停滞していた前線上を東に進んだ。20万13169月1日、ミッドウェー諸島近海で台風として発生し、アジア名 E2 と命名された。台風発生時、闘進する予報だったため、気象庁は発達した。 熱帯低気圧の名称を用いた。20万 1317.15W8 月31日9時に台湾の北側海域で熱帯低気圧が発生し、9月2日3時に久米島の西の海域で台風となってアジア名トラジーと命名された。台風は北東に進みながら当初は1000ヘクトパスカルだった。 中心気圧も3日には985ヘクトパスカルまで低下。4日午前3時頃に鹿児島県のイブスキ市付近から上陸した。台風は4日の9時に四国沖の北伊32度9部、東経132度8部で温帯低気圧になったが、その後も日本列島の南の海上を投信して5日の21時に消滅した。 九州への台風の上陸は2007年8月の台風5号以来6年ぶりであった。台風から南北に伸びる雲は周前線にもつながっていたため全国各地に大雨をもたらした。岐阜県の大垣市では県内のアメダスで観測史上1位となる108.5ミ、mm、リメートルの猛烈な雨を記録した。また、 台風によって沖縄近海のフェリーなど77便が欠航した。ほか、九州から関東にかけての広範囲でも鉄道の運休が相次いだ。20万1318.16ワット9月13日午前9時ごろ、小笠原諸島の南東海上で発生し、アジア名、マンニーと命名された。本州に接近する前から近畿地方を中心に大雨をもたらした。 気象庁はこの台風で、京都府、滋賀県、福井県に初めて特別警報を発表した。東日本、北日本を縦断し、9月16日午後9時頃、北海道の東で温帯低気圧となった。温帯低気圧となった後、カムチャッカ半島方面に向かったが、国知島のユジのクリリスクでは月平均降水量の80%に、 当たる 129mm の降水量を記録、豪雨により、同等の道路が寸断された。20万 1319.17W オデット、台風により雨が降る、様子9月17日に、フィリピンの東で発生し、アジア名、ウサギと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、オデットと命名した。 フィリピンでは20日になると急速に勢力を強め、9月21日朝、ルソン海峡の真ん中にあたるバタン諸島付近を通過して南シナ海に入った。22日午後7時40分頃、関東省三美市に上陸し、9月23日には厚生地方に進んだ。台湾では20日、国防省が洪水や地滑りの危険地帯に兵士1600人以上を派遣。 24000人を待機させた。また、フィリピンでは、北部のタルラック州で、約240人が避難した。この台風により、フィリピンでは2人が亡くなったほか、台湾東部の台東県、平東県、カレン県などで農業に、深刻な被害と3722万名の損害がもたらされた。中国南部を直撃し、関東省、 福建省では、それぞれ数万人が避難、台風に備えて、新鮮の原子力発電所も6基中4基の出力を低下させた。中国では25人が死亡、関東省産美市での被害額は約1330億円に上った。20万1320.19ワット9月21日にマリアナ諸島付近で発生し、アジア名、パブークと命名された。 その後、小笠原諸島近海に進み、伊豆諸島にもかなり接近した。しかし、日本列島に上陸することはなかった。20万1321.20はトッパを6月27日に、南シナ海で発生し、アジア名、ウーティップと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、パオローと命名した。 台風はゆっくりと西に進み、ベトナム中部方面に進んだ。ベトナムでは11人が死亡し、中国でも14人の死者が出た。すなわち、この台風による犠牲者は合計で25人となる。20万1322.21ワット9月30日に、父島の東海上で発生し、アジア名、セイパットと命名された。小笠原諸島を通過した後、 伊豆諸島にも近づいた。しかし本州に上陸することはなく、そのまま去った。20万 1323.22W、下段メディアを再生する台風による被害の、様子台風22号と同日の9月30日に、フィリピンの東で発生し、アジア名、フィートーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、下段と命名した。 台風は、先島諸島に接近した後、中国大陸に向かった。10月7日、午前1時15分、福建省、寧徳市福シ内市カナに上陸、福建省、石膏省に、甚大な被害をもたらすとともに、石膏省の57万4千人が、福建省の17万7千人、合計70万人以上が避難することとなった。石膏省よ、用市では、 豪雨のため70%の地域が水没した。上海でも10月7日から8日にかけて大雨が降り、高さに、中国の国家洪水干伐防止総指揮部は台風による被害が石膏省で20億ドルになることを発表した。なお、この台風のアジア名であるフィートーはこの台風限りで使用中止となり、 自順からは、ムーンというアジア名が使用されることになった。20万 1324.23W ラミル10月4日に、マリアナ諸島で発生し、アジア名、ダナスと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ラミルと命名した。サイズは、比較的、小さかったものの非常に強い台風となった。この台風は、沖縄本島全域を、 暴風圏に巻き込み、10月7日、与論島の真上を通過して、東、シナ海に抜けて、10月8日には、津島海峡へ向かった。与論島と沖の選ぶ島では、ほぼ全域が停電となった。10月8日から10日まで米空母、ジョージ・ワシントンなどが参加する、日米間合同海上演習が予定されていたが、訓練海域に台風が接近することから、演習は延期された。 20万1 3 2 5 2 4 w サンティ、台風による被害の様子10月9日、フィリピンの東で発生し、また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、サンティと命名した。10日、フィリピンに台風が接近しているため、11日に、フィリピン訪問を予定していたジョン・ケリー・アメリカ、合衆国国務長官は、訪問を中止した。十二日早朝に、 ルソン島に上陸し、道島を横断した後、南シナ海を経て、ベトナムへ向かった。フィリピン北部では鉄砲水や地滑りにより、13人が死亡した。その後、ベトナム中部に上陸した台風は、台東北部、都心部などに大雨をもたらし、アユタヤ県、コンケン県、チャチュンサオ県、プラジンブリ県などに洪水被害をもたらした。この台風による、 悪天候は、ラオス国営航空301便墜落事故にも、つながった。20万 1326.25WT の10月11日午前3時頃に、マリアナ諸島近海で発生し、アジア名、ウィパーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ティーノと命名した。台風は発達しながら、日本の南海上を、 北西進して速度を速めつつ北上を続けた。気象庁は15日午後より関東地方に接近、上陸する台風としては10年に一度の強い勢力として警戒を呼びかけた。26号は大型で強い勢力のまま暴風域を伴い16日の明け方に伊豆諸島北部を通過関東地方に接近し15時に三陸沖で 温帯低気圧へと変わった。温帯低気圧に変わった後も、北海道をはじめとした地域に影響をもたらした。伊豆大島では6時間で549.5ミ、mm、リメートルの降雨となり、アメダス6時間降水量以上の新記録となった。この集中豪雨により、土砂災害が発生し、多くの犠牲者が出た。20万 1327.26W ウルデュジャ。 熱帯低気圧番号は26ワットで10月16日未明グアムの南東で発生した。次の日には早くもシビアトロピカルストームとなり、気象庁はアジア名フランシスコとを命名した。10月19日にはカテゴリー5のスーパータイフーンとなり20日未明には勢力が最も拡大した。これ以降勢力は衰退し、21日には カテゴリー3の台風雲となった。22日にはフィリピンの管轄エリアに入ったためフィリピン名、ウルデュチャと命名された。23日には STS まで衰退しながら琉球諸島及び西日本南方を通過し、26日には温帯低気圧に変わった。これにより気象庁は27号の消滅を発表した。 この台風と本州の南岸に停滞する前線により、南西諸島と西日本から東日本にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨、暴風となった。宮崎県諸塚村で57.0ミ、mm、リメートルの1時間雨量となったほか、高知県二淀川町で452.5ミ、mm、リメートル、大分県佐伯市で300ミリメートル以上の24時間雨量となった。 さらに、24日には、沖縄県の南大東村で、秒速38.9メートル、大東村で36.0メートル、S の最大瞬間風速をそれぞれ観測したほか、南大東村での最大風速は、秒速28.4メートルとなった。また、大分県津久美市には24日朝に、土砂災害警戒情報が出された。沖縄地方などで24日までに、 船舶174便、航空機22便が欠航。北海道と本州を結ぶフェリーでも、朝鮮三井フェリーや太平洋フェリーが欠航した。静岡県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、香川県で住宅の前半階1棟、一部破損は4棟で、床上、床下浸水は25棟の被害があった。25日未明には、 広島県尾道市の因の島で土砂崩れが発生。付近の住宅に土砂が流れ込んだが、怪我人はいなかった。また、東広島市の丘陵川では、護岸が約10メートルにわたって崩れた。同日15時20分頃、兵庫県上町の山陰本線の竹の駅ス決ツ駅間で、幅約1.4メートル、重さ約3、乗客に怪我はなかった。 台風の影響による土砂崩れと見られている。さらに、愛媛県西予市でも土砂崩れが発生している。高知県では、二淀川の水位が、氾濫注意水域に達し、一部住民が避難したほか、25日夜に、静岡県岩田市で、市街地が浸水し、地元消防員が住民を、ボートで救助した。25日深夜、千葉県成田市で、 屋根の雨漏りを修理するため屋根に登っていた男性が雨により足を滑らせ転落し、肋骨を折る重傷を負った。また26日6時頃、京都府福知山市の揺ら川に架か,かるあ地下橋の中央部分が流されているのが発見され、7時頃には静岡県浜松市中区のまご川で一人の男性がうつ伏せで浮いているのが発見され、死亡が確認された。 このマゴメ川は一時、氾濫危険水位を超えていたという。その他、岩手県では一棟が大雨で一部損壊し、北海道登別市ではガードレールが崩落した。日本各地で停電の被害も相次いだ。なお、先の台風26号によって、土砂災害が発生した東京都大島町では、この台風の接近に伴い、25日17時20分、 692世帯1273人に対して避難指示が出された。20万 1328.28W10 月21日にマーシャル諸島で発生し、アジア名、レキマートを命名された。命名国はベトナムで果実の名前に由来する。中心気圧が22日から23日までの24時間に70ヘクトパスカルも低下し、 24時間での台風の急発達は平成18年台風第20号以来7年ぶりであった。中心気圧905ヘクトパスカルの猛烈な台風に成長した28号は24日夜には中心付近の最大風速秒速60メートル、最大瞬間風速秒速85メートルにまで成長しながら北西に進み25日午後には非常に強い台風のまま。 小笠原諸島の父島に接近。日本の南東海上は北上し、26日12時に、日本のはるか東の海上で温帯低気圧に変わった。20万1329.29ワットベンタ10月28日に、合同台風警報センターから番号 29W をフィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名ベンタを与えられた熱帯低気圧 台風は勢力を強めながら西に進んでフィリピンに接近し31日にルソン島北部のカガヤン州に上陸。豪雨による水害や風速30メートル以上の強風による被害が出て20以上の州に警報が出された。11月1日から2日にかけて南シナ海を西に進んだ後西南に進路を変えて3日には中国、 海南省の海南島の南の海上を進み、4日にはベトナム南部に接近すると予想されていたが、11月3日の時点で南シナ海の北部で停滞し、11月4日21時に熱帯低気圧になった。20万 1330.31W ヨランダ11月4日午前9時、トラック諸島近海の北緯6度05分。 統計152度10分で熱帯低気圧から台風に昇格し、アジア名、ハイエンと命名された。当初の中心気圧は1002ヘクトパスカルであったが、太平洋上を西に進みながら11月5日から6日にかけての24時間で、中心気圧は40ヘクトパスカル低下、中心付近で風速45メートル毎秒に達するなど、急速に成長し、規模は小さいながら、 非常に強い台風となって6日には、カロリン諸島を通過、7日にはパラを経由して、フィリピンに向かって接近し、フィリピン大気地球物理天文局の管轄する領域に入ったためフィリピン名ヨランダと命名された。5日夜から6日夜にかけての24時間で、中心気圧が65ヘクトパスカル低下して905ヘクトパスカルに達し、6日21時には、 中心付近で風速秒速60メートル、最大瞬間風速秒速85メートルの猛烈な台風となってフィリピン海を西北西に進んでミンダナオ島へ接近。7日21時、中心気圧はさらに下がって895ヘクトパスカルに達し、中心付近で風速秒速65メートル。台風は現地時間8日午前4時40分頃に、 フィリピン中部のサマール島に上陸。サマール島からレーテ島、パナイ島とフィリピン中部ビサヤ諸島を横断して南シナ海へ抜ける進路をとった。なお、8日朝の時点での勢力について合同台風警報センターは最大風速秒速87.5メートル、最大瞬間風速秒速105メートルとしている。台風は8日夕方までに若干勢力を弱めながらも 猛烈な台風の規模を維持したまま、スールー海に達し、南シナ海を西に進んで10日には、ベトナム中部に接近すると見られていたが、震度を北西に変えながら10日18時の時点で、トンキン湾を経由し、現地時間11日午前5時に、ベトナムクワン認証ンに上陸した後、中国、カナンの高生地湾属地地区に達し、11日15時に、北緯22.4度、 統計107.7度で熱帯低気圧に変わった。この台風はフィリピンに甚大な被害をもたらし、6000人を小杉生者を出したことから近年のフィリピンにおける災害史上最大級の災害となった。台風の発生数が年間30個以上となったのは1994年以来19年ぶりである。20万3 3 1 3人。 W ゾライダ11月9日にパプアニューギニアのポートモレスビーから約 1300km 北西の海上で熱帯低気圧の形成が始まった。西に進んだ熱帯低気圧はフィリピン大気地球物理天文局の管轄する領域に入ったため11日にフィリピン名ゾライダと命名された。台風30号に続いて12日にフィリピン南部のミンダナオ島に上陸。 南シナ海をさらにに、14日21時に、北緯11度55分、統計111度で、台風31号となり、気象庁によって、アジア名ポードルが命名されたが、同日ベトナム南部に上陸すると急速に勢力を弱めて15日9時に、再び、台風の発生数が年間30個を超えたのは1994年以来19年ぶりである。 この台風は台風に昇格する前、熱帯低気圧として、台風30号により甚大な被害を受けたばかりのフィリピンを襲い、ミンダナオ島などを通過して、再び被害を出した。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番は、アジア名、ダムレーが1とされている。また、フィリピン名は、熱帯低気圧が監視エリアに入った時、フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの。 なお、台風13号と14号は、成一域で発生したため、成一域で付けられた、国際名がそのまま使用された。また、同年に使用されたフィリピン名のうち、ラビュヨ、サンティ、ヨランダは、名前の廃止基準に達したため、名前リストから除去された。熱帯低気圧番号がない場合も、熱帯低気圧前段階の低気圧番号がある、ものは掲載。また、 気象庁は台風への発達が予想される熱帯低気圧には熱帯低気圧 A のようにアルファベットを付与する。なお、立春以前に熱帯低気圧オーリングが発生した。ありがとうございます。